はい、どうも、ネタケースでございます。今回はですね、プロダクション部屋紹介でーす。テラビガスチャンネルで、もうこの部屋ね、地獄的に暑い。クーラーもないんですよ。なので、もう地獄的にね、暑い。頑張って撮影していきたいと思います。はい、ということで、こちらがですね、じゃーんと、変身アイテムをね、ずーっと。もう飾るね、コーナーでございます。はい、新しいアルティメットルミナスのウルトラマンゼロもね、まあこちらに置いたりして、ブリージョね、こちらも置いてます。結構でかいんでね、本当は、お兄ちゃんたちのジャイロの隣に置きたかったんだけど、でかい。タイガースパークが置けない。ね、そういうのなんで、まあ下の方にね、移動しましたと。はい、ちょうどこのゼロとね、Z はこんな感じでもうね、まあ対になるという。良かったかもしれないですね。まあ、たまたまなんですけどね。で、まあ、メビウス。ね、この辺はまあ、レプリカ結構出てるんでね、叩いたいですね。マックススパークもね、レプリカ来ますしね。暑いな、この辺。はい、そして、ジャストダンサーもね、叩いております。結構このジャストダンサーね、経年劣化で壊れやすいので、あんまりいじりたくないです。まだ壊れてはないんですけどね。ダイヤー、ムージェネコーナーです。じゃーん、いいでしょう。基本的にアルティメットルミナスでね、まあ、統一してくるんですけども、まあ、まだ Z さんはね、出てないので、ゾンビで、ね、じゃーんと、ね、いいでしょ。かっこいいでしょ。ウルトラの方ね、歴史のね、重みっていうのね、まあ、感じだね、ただいいな、と思っちゃいます。はい。でコスモブラックも出来がいいんだ、これがね。はい、そしてこちらが昭和コーナーでございます。じゃあ、まあ、まじでそこまで昭和と平成に強くこだわって分けてるわけじゃないんですけど、まあ、一応昭和コーナーということで、ベータカプセル、ドゥ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 ン。で、そして、ウルトラアイ、ね、いいでしょう。ウルトラマンエースのウルトラリング、ウルトラバッジと、ね、レオリングと、まあ、一応、100均で買ったやつをビームフラッシャーに見立てて、飾っております。そして、ね、やっとこそ出てくれました、ブライトスティック、こちらも飾っておりまして、まあ、前の方にですね、歴戦の昭和ウルトラマンたちがずらーっと、いらっしゃいます。A タイプが新しく来たので、今回 A タイプを飾ってみました。いかがでしょうか？かっこいいですね、A タイプ。ソフィー隊長。ドゥーン、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 エイティニソーねえ、ギャルチバイト、セアメルトガズ、あパワード。ね、いいですね。で、サイズ感がね、でっかいですよ。パワードの放送当時ものがすごくでかいので、手のひらに収まるサイズぐらいのフラッシュプリズム欲しいなと思いますね。まばらかダイブが、変身するために使う、あの、スパークレンス。ね、エリフラッシャーも閉じた状態で、育ってます。こちらの方にはまあ結構ね、レアな人たちもいらっしゃって、ネオス、ナイス、グレート。で、上は、ニュージェネということで、インガスパーク、ビクトリーランサー。エクスデバイザー、オーブリング、自動レーザー、ザーッとね、ありますね。ザーンといかがでしょうか。なかなか壮観でしょ。かっこいいでしょうね。めちゃくちゃ、まあ僕、ここが一番お気に入りかな。うん。で、まあ上はね、上結構危ないので、だからね、まあガタノゾーアとか、気分、この辺ちょっとね、飾ってます。タイガーもいます。はい。あと、デラックスサイズもいます。あ、ここに、こういうの飾ってます。はい。ここいいでしょ。そして、じゃーんと、まあ、こちらがですね、フィギュア2、可動フィギュアコーナーでございまーす。ここで一緒と、座ろうかなと思います。こちらが、まあ、フィギュア2のコーナーということで、ね、ついに揃った栄光のウルトラ6兄弟でございます。で、まあ、定期的にポーズね、結構ね、変えてるんですけど、今は、仁王立ちの感じにしますね。まあ、カドフィギュアのいいところって、ポーズ変えたいな、ちょっとこのポーズ飽きたなって思ったら、変えられるのがやっぱカドフィギュアのいいところじゃないですか。なので、今はこんな感じで、まあ、仁王立ちにしています。で、まあ、マントが来るのがやっぱ楽しみですね。うん。で、まあ、ゼロたち、まあ、新世代系は、ちょっとポーズつけて、まあ、その、若い。若い活気みたいな。で、こういうのね、まあ、出してます。ギガ、ビクトリー、X、オープチー、ヨロッソ、ブル、タイガー。はい、タイガーはなんでこのポーズかっていう、タイタス、フーマ、トライスクワット、まあ、布石ですよね。はい。で、後ろが、これまた栄光の、つぶらやヒーローたち。ね、いいでしょう。ミラーマン。レッドバー、トリプルファイター、ファイヤーマン、ジャンボーグナイン、ジャンボーグエース、アイゼンボー、そしてグリッドナイト、グリッドマン、そしてグリッドマンのアニメバージョン。ね、いいでしょ。そして、まあ、こっちにはね、マイティジャックとブースが、まあ、怪奇大作戦、トータス号ね、マキさんもいますね。ねえ、いいでしょう。ここも、まあ、お気に入りだな。うん。まあ、このスペース、やっぱ何が好きって、後ろの、つぶらヒーローたちもね、いるっていうのが、結構大好きですね。はい。ウルトラマンだけじゃないぞ。これ眺めてるだけでもね、すごい、落ち着きますけど、まあ、この部屋が地獄なんで、あんまり長居はできない。ね、冬だったらね、いくらでもいられるんだけどね。ただ結構ね、動画で、このフィギュアツとか、よく、しょっちゅう使うんで、
このフィギュアね、今綺麗になってますけど、このフィギュアが基本的に綺麗に飾られてることは少ない。てか、フィギュアがここにあることも少ない。うん、なぜなら、しょっちゅう撮影スペースに持ってくんで、そのたっぴにね、散らかる。そしてまた片付ける。その永遠のループですね。さらに、追加のフィギュアズですけど、諸星ダンとか、ね、ウルトラマンオーブの。まあ、タイプチェンジ系ですよね。ゼロビヨンド。こんな感じでいいでしょ、かっこいいでしょ。で、ウィエルメガマサ、ジードはやっぱりいっぱいでね。うん。マグニフィセント、ウルティメイトファイナル、ルーブ、タイガーと。ね、後ろには悪役たちがいっぱいいます。で、ちょっと暗くて見にくいけどね。うん。こんな感じでね。そして、ソフビ500サイズのコーナーですね。これは結構すし詰め状態といいますか。すし詰め感が逆にですね、賑やかな感じで。僕は好きですね。そこからお目当ての人形1体取ろうとするとですね、うちの例えばここからメビウスを取りたいなというね、と難しいですもんね。なかなか難易度が高い。で、横側ですね、こっち側には怪獣たちがいますね。タイガー、Z かの怪獣たちがいます。はい。さらに下はですね、怪獣たちのゾーンとなっております。いっぱいいるでしょ。怪獣墓場って感じがしますね。もう下の段もういっぱいいっぱいまで怪獣がね、詰め込まれているので、もう乗り切れないんですね。だからまあ上の段にね、避難させてるんですけども。まあ上の段すらもうそろそろね、危ないかなと。怪獣たちいっぱい出ますからね。まあまた足りなくなったらね、何かしら考えなくちゃいけないんですけども。でね、いっぱいいます。いっぱいいます。続きましてが、まあ、ここはですね、もう乗り切れなかったアルティメットドミナスたちをね、浮いております、イーグルとか、ね、この限定怪獣たちは、まあ、ポーズ近いジャブリーとかにね、置いてますね。はい、上の方には、その海たちが、かぶっております。で、2009年以降、ね、やつありますね。銀河伝説のポスターもあります。と、その下にはですね、まあ、デラックス玩具とかを、まあ、ものほどね、置いてたりしますね。そして反対側はですね、怪獣たちが、ね、まあ、いつもお馴染みのコーナーですね。怪獣たちがいっぱいいます。怪獣たちがいっぱいいます。いっぱいいますね。はい、つい。おー、陛下が落ちたのかな。とりあえず救出しました。あとは DVD って、白飛びしちゃって全然見えないけどね。はい。で、メモリアルボックスもあります。はい、下の方には、ウルトラマンストーリーゼロとか、あと、北米版でしたっけの、まあ、ウルトラマンエース、ウルトラマンジャックの、メモリーボックスあったり、ストーリーゼロとか、パルガード4機は。まあ、てな感じでね、まあ、おもちゃ、たくさん飾ってるんですけども、実際はですね、段ボールまみれ、段ボールまみれなんですよ、端っこの方とか。こっちの方とかもね、段ボールまみれで、段ボールに何入ってるかっていうと、こういうものですよ。まあ、箱入りのウルトラマンの人形たち、飾りきれないんで、壁とかに、たくさん入れてます。まあ、箱捨てられない症候群なんで、もったいないじゃないですか。だから、で、どんどんね、箱がね、溜まっていくんですよ。ダンボールまみれですね。はい。はい、ということで今回ですね、コレクション部屋をね、ご紹介いたしました。ちなみにね、この部屋ね、もちろん椅子もないので、基本的に脚立に座ります。はい、という感じで、まあ、とてもですね、もう衣食住ができない環境の、ね、コレクション部屋なんですけれども、まあ、もう一つね、部屋がありまして、そこに撮影スペースと、そして編集するパソコンと、パソコンの前にいろんなまとおもちゃを塗っちゃったりなんかして散らかってるんですけど、この間、ちょっとご紹介した大怪獣シリーズのウルトラマン B タイプも、今ね、向こうの編集部屋に置いてあります。はい、いつもね、まあ、見守っていただくといった感じでしょうかね。以上、テレキラスチャンネルのテレキラスでございました。それでは、バイバイ。